渋谷と申します。皆さん、パラリンピックっていう言葉が日本人によって考案されたってご存知ですか？それを聞くとちょっとパラリンピックの身近なものに感じませんか？私そうだったんですよ。で、昨今そのパラリンピックっていうのは今まで皆さんの印象にあるこう、なんて言いますかね、温かい気持ちでみんな見守りましょう的なものから、最近では鍛え上げられたアスリートとして限界まで挑戦するようなゲームが進化したんですね。でこれは、そのアスリートたちも努力、これ当然それはあるんですけれども、もう一つポイントがあって、そのアスリートの抱えるいわゆる障害ハンデをサポートする装具、装置、この存在が非常に大きくなって、いわゆるテクノロジーがレベルを上げていってるんですね。で、今日私ご紹介させていただく本も、そのテクノロジーで出版が叶った本なんですね。こう読みます。99% ありがとう。この本はですね、視線と瞬きで PC を操作するアイトラッキングシステムという支援装置で書かれた本なんです。作者、藤田雅宏、34歳。2010年に ALS と宣告されます。で、今現在は首から下は一切動かない状況なんです。で、彼は今、自分の意思で動かせる機能というのは目に限られているんです。で、この中で ALS という病気を知らない方もいらっしゃると思うので、簡単に説明させていただきますと、ALS とは全身の筋肉が弱っていって、最終的には動かない。で、進行が極めて早くて、発症3年から5年で、人工呼吸器を装着しなければ死に至る。現時点においてはですね、その原因、そして治療法すら確立されてない、誰しもがなる可能性のある恐ろしい病気なんです。ただ最近この ALS という言葉、聞いたことある方もいらっしゃるのかなと思うのが、身近なところですと宇宙兄弟の、シャロンというキャラクターですとか、テレビドラマ、僕のいた時間、これにおいては主人公が ALS 患者だと。余談なんですけれども、その主人公を演じた三浦春馬さんは某新聞でこの本に強く影響を受けたと告白しています。で、この本どんな本かというと、あまたあるですね、闘病教育は一線を期すものですね。で、ポイントは2つなんです。1つが、冒頭申し上げましたそのテクノロジーを使って書いていると。そしてもう一つなんですけれども、作者本人にあるんですね。で、作者の藤田雅宏は ALS 患者であるとともに広告プランナーです。今現在目しか動かない状況においても大手広告代理店に勤務する現役の広告プランナーなんですね。で、皆さんの誰しもが知っているような世界で一番有名なですね、飲料メーカーを担当したりですとか、さまざまな競合高校代理店とのコンペに参加している、そのような人物ですね。例えて言うならば、ハンデを持ったアスリートが、何の、ハンデも受けることなく通常のオリンピックに参加している、そのような人物ですね。より第一線で活躍している広告プランナーが自身のですね、身に起こった世界でも最も残酷と言われる病気の一つ ALS について語っているわけです。このことはですね、通常であればなかなか考えられないことであるんですけど、それを目で書いているという非常に極めて貴重なものです。読者の方を退屈させることは一切ありません。巧みな、言葉遣いで、グイッグイ引き寄せる、そのような作品になります。で、私がこのような本を紹介するにあたって、どういう紹介がいいのかなとちょっと思ったんですけれども、私も読んでそう感じた部分を話させていただくと、いわゆるですね、自己啓発の本を100冊読むよりもですね、このようなハンデや障害を乗り越えようとしている方を一人知る、その方が、自分のこう人生にとって非常に有益なことになるんじゃないかと、そう思いました。そういう意味においてこの本非常にお勧めできる本なので、
ぜひ皆さんの方でもお読みいただきたいと思います。はい、優しい質問お願いします。はい、ある質問、はい、じゃあ手前を、はい、ありがとうございました。すごい発表中にその、T シャツがすごい文字が気になるんですけど、はい、その関連性っていうか、そうですね、あのこれまさにその藤田雅宏本人が立ち上げているそのエンド ALS という、まあ、エンド ALS、まあ、その ALS 支援する団体で作っている T シャツなんですね。これ多分皆さんもしかしたら知ってるかもしれない、あの2号って人知ってます？あ、わかります。はい、そこのデザイナーが無償で作っている T シャツなんですよ。でなぜこれになったかというと、彼が ALS になった時にナイキってよくされますよね。でナイキでオリジナルで刺繍ができる6文字が使えるんですよ。で最初ナイキに申請した時に FUKALS 申請したら NG だったんですよ。でその後 TILALS って言ったらまた NG もあったんですよ。エンド ALS って言ったらナイキは OK らしいんですよ。なんでエンド ALS にしたっていうスタートなんですよ。通販で売ってますね。あの、後ろに書いてあるように彼は、まあ、生きているっていうことが非常に重要なんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にも、じゃあ後ろの、はい、あの 99% ありがとうというタイトルなんですけど、はい、残りの 1% は何ですか？そうなんですね、これ私もですね、一つ疑問にというか考えた部分がありますね。2つあると思うんですね。で1つはその世の中に 100% というものがないっていうところで99が一番頂点なのかなっていう表現が一つなのかなって、ただもう一個この文中に一つ出てるのがあるんですね。全てにおいてありがとうを言ってるんですよ。で ALS に関してもあのそういう出会いがあったんでありがとうと言ってるんですけど、ありがとうと言った後に最後には死んでもらうって言ってそこがもしかしたら99というか残りの1なのかな。ありがとうございます。そんなの。はい、ありがとうございます。